贈り物。ねえ、どこに行くの？お薬まだでしょ？どうしよう、患者さんに逃げられちゃった。クマさんのお薬は蜂蜜。Thank you.
備できてるよ。できるんだよ。ロケット準備よし、発射。これを守ってほしいの？無理だよ、蝶々さんは捕まえるんだもん。
わーい、これで私は兵隊さんだね。怪しい雲が迫る、怪しい雲が迫る、怪しく。動かないで捕まえるぞ。それで降参する、追いかけっこする。でも私からは逃げられない。他に守ってほしいものある？じゃあまた会おう。怪しい雲が迫る、このお菓子を持って一人で。クマさん、こんにちは。その箱なーに？あたしへのプレゼント？おいしい。でもまだ足りない。
皆さんこんにちは。今週も健康第一が始まりました。今日はストレス解消法についてお話ししていきます。ストレスを解消し心を解き放つためのたった10分でできるリラックス法をいくつかご紹介しましょう。
一番簡単な方法はリクライニングチェアか楽に座れる椅子に腰をかけリラックスして呼吸すること。温かいハーブティーの香りを楽しむという手もあります。その間は深刻な悩みなど考えないようにしましょう。温かい風呂に体を横たえながら呼吸運動をしてみるのもいいでしょう。呼吸運動とは口を閉じた状態で鼻から深く息を吸い、顔の下半分をお湯の中に沈めながら鼻から息をゆっくりと吐き出すのです。ですがこれだけであなたの悩みが魔法のようにすべて消え去るわけではありません。はいはい。疲れや心労が重なると生きづらくなります。いずれ解決策が見つかり人生が開けるということを忘れないようにしましょう。ちょうだい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 。森へ行くの？狼いない？選手が揃いました。大丈夫、電話をポチッとする。後半のアディショナルタイム間もなく終わろうとしています。もう一回ポチ。ロングシュートを狙うが難しいか。サイドにボールを回します。電話をポチッとする。思い切って仕掛けたがかわされ。電話をポチッとするの。予想外のシュート防ぎきれず、ボールがネットを揺らした。こういう時は逃げよう。
1,2,3,4,5,6 さあアニメを探しましょう。この前